どうも、しねこです。今回からこちらの俺たちの普通じゃない恋の始まり方というゲームをやっていきたいと思います。はい。ですね。まあ何かを言おうとしたんですけどね。案の定ね、もういつもどうでしねこはね、もう忘れてしまっていることでね。まあ早速始めていこうかなと思います。スタート。で、今回のこちらのゲームは怖い話とかはなかったはずです。注意がきなかったです。なのでね、いや、安心して見れるかなと思います。何に対して言ってるんでしょうか。夕日が放課後の空を染め上げていた。淡い、だいだい色。あ、だいだい色？オレンジ色？俺は、屋上に呼び出されていた。理由は一つ。朝に一枚のテープが下駄箱に入っていた。その手紙に書いてあった内容は、うるしくも儚い思い。なんか漢字ちゃんと読めるかなチェックになってますけど、あ、怖いね。俺に恋してるという気持ちが募っていた。あ、なんか読み違うんだろうな。そして気になる差出人は、まあラブレター入ってたんでしょうね、言っちゃうとね。容姿端麗、成績優秀かつ部活動であるバスケットボールでは全国制覇をしたという文武両道。自分には厳しく他人には優しいと非の打ちどころない性格。この学園で一番の美少女までと言われている女の子からだった。さあどうする。さあ、どうする。そんな彼女の評判はクラスの違う俺の耳にも入ってくる。一部の人たちは彼女のことをこのように読みが出てこないな。なんか飛ばします。美しくも儚い、千女神様、女神様だとか、UI がミキミキミミキとも止まることなく溢れ出してる聖母様とか、あーもう読めない。ああ、漢字の読みがね、パッと出てこないですね。ああ、怖い、怖い。そんなことを言う、やすらすらで。みきんきんきとか、もうわけわかんない。どういうことだい？ごめんね、大介くん。もしかして、また？どうする？あ、てか、君大介なんだ。言葉を、何回もかまだり、彼女は緊張しているのかな。こっちが噛んだな。ここは優しい言葉で場を少しでも和ませる必要があるな。いやー待ってないよ。ホームルーム長引いたの？長引いたというか、私のところの担任ってホームルーム、あ、噛んだな。ホームルーム長いんだよね。あー、よくあるね。なんか先生によってホームルームの時間、なんか、長い時もあるし、短い時もあるっていうね。いやー、違う。長い先生は長いんだ。うん。で、短い先生は本当にね、数分で、やばだしたねーって、不終了です。カン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 ですよ。あー、早く帰れない系の先生だ。あー、なんかちょっとあれだな。
悲しいなと思うな。まあ5分の差かもしれないですけどね。そうなんだよね。私早く部活行きたいのに行けなくてさ、毎回毎回欲しけな部下に行かなきゃいけないから大変なんで、大変だよ。今日部活は？今日はお休みなんだ。じゃないきゃ誰かを屋上に呼び出すなんてできないよ。でもね、もし部活があっても今日ダスケ君を呼んだよ。ドキッてするね、ダスケ君がね。え？ドクンだよ。ドクン。ドキドキ。だって、きっと、この胸の高鳴りがずっと抑えられなくて、我慢できなかったと思うから。あ、どうした大輔？どうした？大輔くん、私ね。あなたのことが来るが、言っちゃうか？あなたのことが？俺は彼女の言葉を遮るよ。彼女の唇に人差し指を当てる。どうした？どうした？どうした？どうしたんだ？何してんだ？何してんだよ。大丈夫。もう言わなくても十分伝わってるよ。大輔くん、もう死ね子には遠いですね。もう遠いですよ。もうないね。死ね子にはこういうシーンはね、訪れませんでしたね。はっ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 は。ふっふっふっふ。しひふ。はぁ。彼女は、売るんだ？売るんだ瞳を、こっちへ向けて、上目遣いで俺の顔を見る。俺は、両手で彼女の肩をつかみ、引き寄せる。あ、どうなんだ？引き寄せられた彼女は、俺の体に手を当てる。そして、瞳を閉じて、顔を上と上げた。唇に目が吸い寄せられる。俺も自分の目を閉じて、瞳を彼女の、瞳じゃなかった、申し訳ございません。唇を彼女の唇へと近づけた。目をつぶりましょう。目をつぶろうかな。目をつぶろう。大輔くん、大輔くん、大輔くん。彼女は俺が唇を近づけるとき、俺の名前を何度もつぶやいた。おー、なんだ、大丈夫か？大輔くん、大輔くん、大輔くん。ちょっと、大丈夫か？大丈夫か？大丈夫かって思ってしまうよ。ん？あれ？なんか、つぶやきすぎじゃない？なんか、ゾクって怖いもん。なんか、一瞬、あれ、このゲーム、あれだったかなと思ったよ。ホラーゲームかなと思ったよ。大輔くん、大輔くん、大輔くん、大輔くん。大輔、大輔、大輔、大輔。怖い、怖い、怖い。あれ。なんか、急に呼び捨てになったぞ。やばいぞ。なんか、おかしくね？やばくね？大輔。バキン。これがまさに竜ですよ。
学園一の美少女は俺の名前を叫んだかと思うと勢いよく俺にビンタを食わすんだった。いってー、あまりの痛さに俺は目を開けた。夢落ちだ。夢落ちじゃな、なんて言うんだろうね。まあまあ夢落ちだよ。おお、とととととと。